菊池斎愛は日本の女性シンガー、ダンサー、アイドル。愛知県名古屋市出身。所属事務所はアミューズ。2010年より、モーメトル名義でメタルダンスユニット、ベビーメタルのスクリームダンスを担当。女性アイドルグループ、桜学院を呼び、その派生ユニット、ツインケルストアーズ、ミニパティの元メンバー。幼少期より、雑誌モデルを務める。 2007年、チャオガールオーディション2007で、準グランプリを受賞し、アミューズに所属。2010年8月、女性アイドルグループの桜学院に、転入生として加入し、派生ユニットのバトン部、ツインケルストアーズと、重音部、ベビーメタルに参加。同年12月、トイズファクトリーが、桜学院のデビューシングル、夢に向かって、ハロー、アイビーを発売。 2011年7月、桜学院派生ユニットのクッキング部、ミニパティに2代目のメンバーとして参加。2012年11月、ベビーメタルが初の海外公演。2013年1月、トイズファクトリーがベビーメタルのメジャー。2014年5月、桜学院の4代目生徒会長に就任。同年7月より、ベビーメタルが初のワールドツアーを開始。 2015年3月29日、桜学院を卒業。ベビーメタルのメンバーとして活動中。ベビーメタル自身と同僚、ユアメトルベビーメタル自身と同僚、SU メタル賢いとされることがある。イギリスの音楽雑誌、カーンは、力強く、確信をつくとモーメトルのコメントを掲揚した。全国学力、学習状況調査の国語、A。 B はほぼ満点だった。小さい頃は、バレー、テニス、体操、水泳の教室に通っていた。カレーライス、ハンバーグ、ポテトサラダを得意料理としている。血液型は A 型とされているが、ブログでの発言によると、実は知らないとしている。恥ずかしかったこととして、マツコデラックスを妊娠中の女性であると思っていた。ため、友人に、全然赤ちゃんが生まれないね。 と言って笑われたことと述べた。好きなアイドルは、キュートの鈴木愛理であり、初めて買った CD は、月島キラリスターリングくすみ小春、モーニング娘。の、チャンス。桜学院に加入する以前より、スーパーのあちゃんになりたいと思っていたとしており、スーパーのあちゃんとは、アニメ、キラリン・デボリューションの主人公である、月島キラリのような女の子を意味するとしている。また、 憧れの女性有名人として、柴崎港を挙げている。好きなアニメは、ラブライブ、アナと雪の女王、風の谷のナウシカ。尊敬する人物は、自身の母親と、ラブライブ、の登場人物である、高坂ほのか、登場望み、全ンのテンペストの登場人物である、ふわまなか。好きな映画は、魔法少女窓かまぎか、チャーリーとチョコレート工場。 桜学院で好きな楽曲は、夢に向かって、マシュマロ色の君と、未完成シルエット。2016年5月、菊池の名前の最愛と、同時の銘柄の日本酒、最愛を販売する愛知県蟹江町の山田酒造に、ベビーメタルファンから注文が殺到していることが、報道された。ありがとうございます。